アツトチトチです。りっちゃんです。はい、ということで今回はですね、久しぶりにライブチャレンジ企画やっていこうと思うんですけども、はい、結構前にあの爪が長いスライムチャレンジやったの覚えてますか？あの伝説のサムネの時、ね、あの知る人ぞ知る伝説のサムネ、はい、でもあの動画、はい、結構バズった。おー、あのサムネのおかげでやばかったね。うん、ちょっとね、これ知らない人は知らないかもしれないけど、はい、あの伝説の爪が長い状態でスライムを作るっていう動画をやったことあるんですよ、うん、はい、なので今回は腕を長くしてスライムを作っていくんですけども、はい、まあ、どうやって腕を長くするのかと言いますか。もう長いからどうしようかね。これ長くしたらどうもっともっと長くしたいんだよ。あ、全然長くしたいの。すごいすごい長くしたいね。誰も傷つかない言い方でもどっちかというとどっち、短いか長いかって言ったら短い。帰る。どうも動画を見てくれてありがとう。どうやるかと言いますと、はい、こちら、じゃじゃーん、マジックハンドを使います。なるほどね。でこうやってマジックハンドをこうやったらさ、もう腕が長くなるじゃん。めちゃめちゃ長くなるこれ。そうね、うん、でこれだとね、腕感ないじゃん、うん、確かに。だから今回は、うん、あのここの部分も全部ちょっとガムテープで巻いて、はい、でちょっとあのめちゃくちゃ腕が長くなったかのように見せていきたいと思います。なるほどですね。まあ装着していきましょう。はい、腕を長くしていきます。はい、ボンボン TV。 毛、ねえ、書かないねえ、やめて。そんな毛深くない、ね、いらん、いらん。やっぱ毛深い。そんな毛深くない。ゴリラか、私はりっちゃんです。え、違うんですか。違うわ、言い方だけど。まああのありますあります。はい、ドミ、はい、ちゃんちょっといい？ちょっとこれでさ、ちょっとあの手伝ってくれる？うん、すいませんね、お取り込み中のところ。それがガムテープ、ガムテープ、ガムテープ製ではないんですけど。これでいいよ。オッケー、ドミちゃんやりましょう。はい、オッケー。ということで、はい、これで長腕になりました。じゃあこれで、はい、スライムを作っていこうと思います、はい、思います。ボンボン TV、 よーい、スタート。よし、まずは水どっちかわかんねえよこれ。どっちだこれ。どちらももう多分同じです。ちょっと待って。じゃあ私は洗濯のり入れていきます。重っ！あかんねえ、これどうしよう。やばいやばい、洗濯のりか。あー、きた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 。さあ負けてないね。やばいやばいやばい、さあやー、重っ。わーやー、見えない見えない見えないんだけど。オッケーオッケーオッケー、シェー。なんか工場っぽいな。重い重い、なんかあれみたいだね、確かにクレーンっぽいね。よし、やべえ、これ水か胞子かわかんねえ、どうしよう。胞子入ってないからもう同じですよ。あ、そっか。一応お湯、胞子は溶けてない。あ、お湯ではあるこれ。いや、だけどもう多分冷えちゃってる、ね、もうあの巻いてる間に。じゃあもうどっちでもいいわけだ、うん、2対1の割合で。ね、待って、もう痛い。これぐらい。ね、痛い、関節が痛い。これぐらい。え、ね、関節が痛い。ね、痛い。痛い痛い痛い、俺も痛い。このゴミカスが。あ、ちょっと関節痛い。はい、よし、あ、水。あ、待って、意外といけるねこれ。ちょっと混ぜなきゃ混ぜなきゃ。そっか、混ぜてない。あ、あ、でも混ぜれる混ぜれる。あ、きたー、これ見て、きたー。ちょっと待って、見えないのこれ。これ見えない、こう みんな見えるよね、こうやってね、こうやってね。オーケーオーケー。さあ、色入れてよ。あーあーあー、無理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 。おめえ、あー、もう入った入った入った。出れー。はい、着色よ。全然出ねえじゃん。全然出ねえじゃん、これ。このゴミカスが。ガーファイヤー。容器ごとこの中に入れるのがポイントですね。ね、痛い痛い、関節が痛い、関節が痛い、関節が痛いんだよ、関節痛いなこれ。オッケー、じゃあ放射入れてくよ。あ、もう放射はもうねえ、何やってんの。今日の動画を見てくれてありがとう。もう全部出た、最低。やばい、絵の具がずっと出てる。よし、うま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 う
見て、見て、この繊細さ。え、すごい。ふわふわ入れます。たこれ。あ、OK、OK、OK。混ぜまーす。わあ、見て、見て。あ、できてるじゃん。いい感じ。シェービングフォームになっていいの。やばい、忘れてた。行くぜ。でも、こうで、こうできんじゃない。お父さんの毎日を助けるシェービングフォーム。ここをこうセットする、うん、そしたら、ね、もう、あ、なるほど。顎は使うのね。うわー、もうシェービングフォームじゃない。オッケー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 。うまい、かみってる。やばい、いつもよりうまいかも俺。嘘。うん、よし、じゃあ私は放射水を作っていきます。私も疲れてる。待って待って、うまい、俺うまい、うまいかもしれない。もう自分の手みたいな。ちょっとね、笑わせないで。うまい。でも私やっぱ、ね、左手が全然使えてないわ。左手もちゃんと使っていける。ちゃんと使っていながらこいつ俺を抑えてるから。ちゃんと俺を抑えてるから。いや言っていい。完成完成。待って、私も後でも放射入れるだけだから。ちょっとおしっこしてねえ、ちょっと待って。ここの部分も全部ちょっとガムテープで巻いて、はい、でちょっとあのめちゃくちゃ腕が長くなったかのように見せていきたいと思います。なるほどですね。あ、あ、でも忘れる忘れる。2対1の割合で。ね、待って、もう痛い。これぐらい。そうやった方がいいよ。あー疲れたって。あー疲れた。オッケーオッケー、よしできた。すごいよ。完成完成。それ完成。見て俺の、よ、完成。うまっ、うまっ。はい、ということで今回はですね、はい、あの手が長い状態でスライムを作ってみました。はい。いやでもあの個人差はありますがね、はい、できました。できました。嬉しい嬉しい嬉しい。じゃあヨッチはこのままもうずっと生活すると。もう二度とやりません。はい、ということで終わった後の机の上です。やばすぎ。え、赤ちゃんもこんな、なんかね、逆に芸術家。下もびちゃびちゃです。やばいよ。で、ヨッチはなぜかズボンを履いてません。はい、いやもう汚れると思ってね、もうスパッツやりましたよ。そしてずっと、顎にシェービングフォームつけてます。嘘。え、可愛くぶってんでしょ、それ。なんか取って的な感じにしてるでしょ。めまいが今日